1>, 1月20日、ロードレース世界選手権元 GP に参戦しているグレシーニ・レーシング元 GP は、イタリア・リッチョーネで2024年のチーム体制発表会を開催し、ルカティ・デスモセ・リチ GP23 のカラーリングを公開した。また、元2と元 E のチームも体制発表を行った。写真、2024元2、クジモーター・グレシーニ元2チームのマシン。グレシーにレーシングは、 アプリリアのファクトリーマシンで元 GP クラスに参戦していたが、2022年シーズンよりルカティのマシンにスイッチ。インディペンデントチームとして参戦を開始した初年度は、元 GP クラス参戦2年目のエネア・バスティア22が開幕戦の第1戦カタール GP から優勝を飾った。シーズン中に4度の優勝を含む計6度の表彰台を獲得し、 ルティのワークスチームであるルカティ・レノボチームとも接戦を繰り広げるなど、存在感を存分に示していた。そんなグレシーニ・レーシングは、2023年シーズンにアレックス・マルケスとファビオ・ディジャン・アントニオの2名で参戦。アレックス・マルケスは第9戦イギリス GP のスプリントレースで、さらにディジャン・アントニオは第19戦カタール GP の決勝レースで最高峰クラスで初優勝を飾り、 引き続き続活躍を見せたそして2024年シーズンは、元 GP クラスで6度のチャンピオンに輝いたいたマルク・マルケスが、11年間を共にしたホンダを離れ、グレシーニ・レーシングに新加入した、自身初のドゥカティ機を狩ることになるが、元王者ということもあり、開幕を前に多くの期待が集まっている。そんなマルク・マルケスと共に戦うのは、チーム2年目となり、継続参戦のアレックス・マルケスだ。 ミノ兄弟である2人は、2020年にそろってレプソル・ホンダに所属していたものの、当時は新型コロナウイルスの影響などもあり、両者が共に走ることができていなかった。そのため、マルケス兄弟が同じチームとマシンで戦う姿を見ることができるのは、初めてのこととなる。注目が集まるグレシーニ・レーシングは、元 GP クラスの中では一番乗りでチーム体制発表会を行った。 サテライトチームは1年落ちのマシンを使用することになるため、ドゥカティ・デスモセリチ GP23 のカラーリングとマルケス兄弟のレーシングスーツ姿を初披露した。マシンとスーツには、ライトブルーを基調にドゥカティのレッドのラインが入ったデザインが継続された。チーム名に変更はなく、グレシーニ・レーシング・モト GP でエントリー。チームオーナー兼チームプリンシパルは、ナディア・パド・バーニが引き続き務める。 また、発表会では元2クラスと元 E のマシンカラーリングも公開された。元2にはアルベルト・アレナスとマニュエル・ゴンザレスが新加入し、元 E はマッテオ・フェラーリとアレッシオ・フィネッドが継続参戦する。